さあお互いが月給も上がった。まだこれ以上上げられる。しかしこれからただ働く、ただ月給が上がるだけでは済まないんです。皆さん、人間というものは生きている間は短いんです。せめてその短い生きている間、今よりもいい生活環境を作って、人生を楽しみながら、この世に生まれた喜びを感じながら、親も子も孫も一緒に楽しい人生が送られるような社会を作ることが第二であります。皆さん、確かに、まず、テレビもできました。洗濯機もできました。車も買えるようになったかもしれません。しかし、さあ、うちを作らなければならないというときに、これから理想的な生活環境を作るのがまず第一なのであります。しかし、大阪や東京へ行ってごらんなさい。呼吸をすることも困難ではありませんか。寝ておるところへ車が黙って飛び込んでくるような時代じゃありませんか。こういう社会環境、こういう生活環境ではダメなんです。少なくとも自分の周りに緑を、そしてきれいな空気を、きれいな水を、自然、大自然の中から生まれた人間の生命です。皆さん、生命をこれから保持していくためには、やはり生活環境を良くしなければなりません。日本の国民所得や国民総生産は大きくはなりましたが、社会環境の整備という面から、社会資本の蓄積率をアメリカと比べるとまだ4分の1なのであります。東京は一体どうでしょう？ニューヨークの3分の1しか道路はないんです。大阪の道路は一体どうでしょう？全面積の 9% しか道路はないんです。アメリカ並みにするには、4倍、築36、全大阪の道路面積を4倍にしなければ、ニューヨーク並みにはならないのであります。そういうような状態を良くするためにはどうしますか。すなわち社会資本を蓄積しなければならないんです。そして生活環境を良くしなければならない。皆さん、独立と自由というものでは、独立と自由は備えなくしていられるものではありません、皆さん。しかも外交と防衛上の失敗は、やり直しが効かないのであります。皆さん、自由民主党がどんなに叩かれてもいじめられても、日本の安全は守らなければならないのであります。皆さん、どんなにいいことばかりやっておっても、同じ人が20年もやっておると、選手交代になるもんです。ところが、自由民主党が、あのぐらいいじめられ、あのぐらい嫌がらせを毎日続けられておっても、国民皆様は自民党に300議席も与える。それはなぜか。それは自民党の言ってることは本当だからなんです。そう思いませんか、皆さん。本当ですよ。皆さん、本当にそこを考えてください。独立と平和というものは、独立と自由というものは、どんなものよりも重要なものとして、我々は守らなければならないんです。我々の生命は短い。しかし、我々よりも、我々の子供や孫の時代、日本人の生命はまだ悠久なのであります。皆さん、戦争もやってみたじゃありませんか。そして大地に叩きつけられて、戦争というものがどんなに辛いものかということを骨の髄まで知った日本人じゃありませんか、皆さん。その日本人が全世界に新しい平和を求めて新しい日本を作ろうとしておるんです。そして全世界の全人類の平和のために貢献をしようとしておるんじゃありませんか、皆さん。戦後の短い間に社会保障の制度だけはヨーロッパ並みになりました。しかし中身はまだヨーロッパの半分ぐらいであります。しかし皆さん、自信を持っていいんです。今までのような状態ではないんです。アメリカよりもイギリスよりもフランスよりも西ドイツよりも貿易収支の黒字国は日本だけだと言われておるではありませんが、日本は国際収支で黒字が多すぎる、貿易で働きすぎるから、こんなに日本が働いておっては日本は国際的にいじめられるというような状態になっておるじゃありませんか。
ようやく日本人の汗と涙と努力の結晶はこのような経済的基盤を作ったのであります。この経済的拡充された基盤を元として社会保障の中身を完備していくことができるのであります。皆さん、私はいろんなことを申し上げるまでもなく、これからは今までの蓄積を基盤にして、そして理想的な日本の社会保障を完備しようというのであります。皆さん、我々も大地を這いのめずるような努力をしながら今日を迎えました。戦後25だった人は50になり、50の人は75になり、75の人は100になるんです。皆さん、本当に大地を這いのめずるような苦労をしてきたこの人たちをお年寄りになったら誰が一体面倒を見るんですか。お互いが働いて面倒を見る以外にはないのであります。皆さん、本当にお年寄りにご苦労様でございました、この世に生まれたことを喜んでくださいというには、我々が働いて、お年寄りは我々の責任において担っていかなければならないんです。皆さん、自分たちが働かないで、自分たちが努力をしないで、どうして一体老人を大事にするような良き社会ができるのでありましょう。皆さん、お互いみんなやっぱり年寄りになるんです。だから今老人対策を行いながら、お互いが年寄りになった時も、社会が公共の力でお年寄りの面倒を見るような制度を完備することこそ、真の日本の社会保障の拡充でなくて何でありましょう。皆さん、親たちが我々のために汗を流してくれたように、我々も子供のためにもう一汗を流そうという考えのもとに、初めて理想的な日本が築き上げられるのであります。自由民主党は過去も現在も将来も、千年の将来に向かって新しいたくましい日本を築き上げようと考えておるのであります。